ピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエドスタソスロゴス。さあ始まりました、ピスタチオのエドスパタスロゴスでございます、はい、始まったけど終わるんだね。そうなんです、始まったけど終わるんだよね。はい、本日が最終回でございます、はい、さあ気候な開店でございます。そうです、来ましたよ。来ました、本日2店舗目でございます、うん、まあ、こちらの番組はですね、はい、我々ピスタチオが、気候なさん1日2店舗行って、はい、全12回で、ビッグ33回レギュラー33回、はい、とりあえず当てようという番組でございます、はい、が、本日最終回ということで言ってたよ、スタッフさんが、はい、何ですか、この番組終わったら僕も死活問題なんですよって言ってたよね。申し訳ございません、お前のせいで人んちの家庭まで脅かすんだよちょっと俺今やってて鬼越トマホークの酒井の気分だったあ、それイメージでした。ごめんやってんだな、ごめん、こうやればよかった。そうそうそう、俺の金っていう、まあ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 、まあ、はいはい、だったんですが、はい、まあ、本日最終回ということで、はい、前回からね、はい、ちょっと新しいゲームというか、はい、もうどっちが多くペカらせるのかという、そうなんですよ、特別ルールを設けました。そうなんですよ、はい、ね、うん、急遽ちょっとすみません、チャック開いてたんで、はい、すみません急遽ね、なんで急遽ね、じゃないのよ。だから、うん、前回がだからそれで、ねはい、僕が最速良かったんだけど、うん、すごい良かった、後半しりつもんじゃって、はい、そうです、5回ペカリ、私も5回ペカリということで、本当にね、こんな展開あるのかっていうね、うん、めちゃくちゃ面白いよ、めちゃくちゃ接戦ですよ今。だからもう全て開いてにかかってますから、かかってますから、はい、行きましょうか早速ね。行く、でも行ったらもう始まっちゃうわけでしょ。始まっちゃうってことは終わりきちゃうもんね。そういうこと、やめよっかな、やんのなんかいいね。ちなみにじゃあ、うん、ビッグバケ33回目指すはまだ続いてるから、うん、まだ続いてるわけじゃん。一人でやるか、インスタライブとか配信しながら一人で続きやろうかな俺。あ、いいんじゃない、やれば。でもね、うん、こんな、まあ、オープン長くなっちゃうけど、うん、やっぱね、うん、売れてる人ってすごいなって思ったのがさ、うん、俺ほんとやだやだとか言ってるじゃん、うん、ミキのさ、うん、汗俺仲いいからさ、汗ね、あいつらさ、うん、霜降りミキジットっていうさ、うんうんうん、番組やっててさ、やってる、めっちゃ冠番組じゃん、うん、3月終わっちゃったんだけど、うん、そのちょっと前に俺会っててさ、最後の収録の前ぐらいの時、亜生と、うん、そしたら、お前マジで悲しくないみたいな、うん、こんな大きな番組終わるのって辛くないかって聞いたら、うん、いやでも番組って終わるもんなんだよすごいよ、やっぱ亜生やっぱね、どっしりしてるんだよ、すごいと思って俺本当に。確かに、で別に僕全然漫才とかあるんでみたいな、うん、こいつかっこいいなっていう、そのさらっとしてるね、俺なんてしがみつくからねオープニング長いですよ、長い、いやもう最後だから、それしょうがないもん。そうですね、行こう、オープニング30分行きますか、じゃあいやそれもう意味が分かんなくなっちゃうから、行きますか、行きますか、うん、それでは最終回頑張ります、行ってきます。さあ店内入ってまいりました。来ましたよ、行きましょうか、行ったら終わっちゃうから行くのやめるか行くよ、え、行くの、え、ごめん俺が悪かったもん、行きましょうかって言うの行くよって言えばよかった。あ、減ってる、え、あ、減ってる、1列になったんすか、1列になったんすか、元からじゃなかった、あれこっちあったじゃん前も、そうだっけ、あったよ、ファンキーとかあったじゃん。さあアイムジャグラー、今日これじゃん、あ、本当だ、これです、決まった、スッと決まったな、じゃあ一応置いとくだけよ、うん、小沢さんとの兼ね合いもあるからね、やっぱり。小沢さんが文句つけてくる。あ、これだ、これです、これじゃん、こっちです、いやいやいやスッと決まるけど、これじゃん、これです、そんなもんこれよ、絶対的に、なん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 な、絶対的に、伊地さん携帯パクられてる、これ、え、携帯パクられてる、どっちがいいの、どっちがいい、それあっちだよ、じゃあ俺こっちでいいよいいよ、じゃあ俺こっちでいいよ、本当に、いいよいいよいいよ、いやだから、え、露骨な下打ち、じゃんけんで決めようよ、いいよいいよ、こっちでなんで、あ、じゃあじゃんけんする、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ、こっち、なんだよなんでよ、そっちがいいのね、あ、あ、はい、
ち。分かった分かった、もうそっち行きな。出ました、たまに出る小学生。あっち。うん、そこは天井だよ。ねえ、あっち。うん、行きな、もう。冷たいなさあ、ということで、台決まったので、はい、行きましょうか。はい、行きましょう。ちなみにですけど、ビッグとレギュラー担当は、府中店で伊地知さんがレギュラーで僕がビッグだったので、はい、逆に行きましょう。いや、嫌です。え？嫌です。どうしたいですか、じゃあ。じゃあ、僕がビッグで行きましょう。いや、そう言ったじゃん、今。じゃあ、伊地知さんビッグ担当でお願いしますよ。あ、筋肉も歌わないで。はい、行きましょう。はい、行きますよ。はい。せーの。せーの、はい、はい、まあ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 、ほい、2回転、え、2回転でペカりましたよ。本当に？本当じゃないです。なんだよ、ペカりましたよはもう嘘じゃん、ペカってないんだから別にもう解散もするし関係ねえかなそんな言い方しないでよ。ゴーゴーマッスン。筋肉マンも歌わないでください。しかもあの両サイドに、うん、普通に打ってる方がいるのに僕これやってますから。いや、そうよ、謝ってくださいね、ちゃんと。すいません、すいません。光った、ありがとう。交代しよう。嫌だし。いや、マジ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 絶対に嫌だ。いやいや、マジマジマジ絶対に嫌です。いやいや、マジでビッグなんじゃない。あ、ビッグか。レギュラーは取りたかったのに。小沢さん、はい、キモいし俺マジで性格悪いのかもしんない。何、本気でバケこいと思っちゃってそっちの台だったかな。こっちだったね。変わるか。やだよ、もう。いやいや、マジマジ。いや、ダメよ小沢さん。はい、マジダメ。なんで実はそっちの台なんだろう。なんか小沢が圧力かけてくるから絶対言うと思ったわ。圧がすごかったから、なんか絶対俺のせいにすると思った。じゃんけんで勝ったのあなたですからね。なんか圧をかけてきて。全然かけてないけど。なんかカメラでは抑えられてないと思うけど、うん、足蹴ってたじゃん思いっきり。いや、だとしたら2人ともすごいよ。ノーリアクションであそこまで取れるってすごいよ。いや、だから多分なんか見てる人はさ、うんうん、小沢さんの方が弱いの、弱そうだなみたいな感じで思うかもしれないけど、うん、これ真逆で、うん、ピスタチオでやっぱ小沢の圧力で全部進んでるから。あ、そう。だからこの解散の、はい、についても、はい、やっぱ小沢が全権限で独断でもうなってますんでいや、まあまあまあ、そんな独断なんで。独断ではないじゃない、相談して小沢さんの。はい、まあ、僕がね、ちょっと告げまして、伊地知さんにちょっと解散したいという話を告げたんですよ、はい、それだって、謝んないと、まずこの、だって応援してくださいって、はい、10年間やりますって言ったのに、はい、終わっちゃうんだから。そうだね、楽しみにしてくれた方もいると思うよ。そうだね、うん、ちょっと謝るわ、うん、じゃあもういいよ、俺が悪いよ、ごめんね、ごめんね。はい、いや、ちょっとその謝り方も最低だし、はい、先輩の歌パクるっていうのも最低だし、うん、これマジでやめた方がいいかもしれない。芸人よかったかも、これで。いや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 、これでよかったかも。ごめんごめんごめん、そんな言い方ちょっとされるとやっぱさ、もう小沢さんよかったかも、芸人やめて。ごめんなさい、本当に。小沢がとはいえコンビのことだから、はい、俺も謝るわ。じゃあお願いします。はい、はい、と言いまあ、ですよさんじゃん。はいはいはい、デスニーじゃない。でもこれはパクリとかじゃないからね。何ですか。俺はちゃんとですよさんのことを師匠って呼んでるから、うん、そう、師匠から受け継ぐものだから、これは。いやいやいや、もらってないでしょまだ。伝統工芸みたいなね、その落語とかと一緒で、うん、譲り受けて盗むものだから見て。いや違うのよ、盗んじゃダメなのよ。盗むイコールパクリだから。だから俺解散したらピン芸人になるから、マジで。ですですよ、はい、ジュニアっていう名前だろうかな、ですよジュニアですよさんに許可得なきゃダメだし、しかも多分ですよさんだったらいいよって言うと思うし、うん、言うし、あの人多分、うん、あ、本当にって言って一緒にやろうって言う。何それっつって、
面白いじゃん、いいよいいよ、いい人だし、いいそう、いい人だからな。確かに伊地さんずっとデスヨさんのこと師匠って呼んでたもんな。師匠って呼んでるし、うん、こんなこと言っちゃ いけないけど、うん、師匠って呼んで崇めつつ、うん、一番バカにしてるし、うん、デスヨさんのこと後輩師匠あのねそれね、はい、全員気づいてたよまあ確かにね、ちょっと応援してくれてましたからね、皆さんで、ね、コメントもずっとね、してくれてましたし、エトスパトプロゴスのそうよ方々ね、本当にありがとうございました。それはしかもキコーナさんだって、うん、再生回数がちょっと最近振るってなかったけど、うん、継続させてくれてたからね。そうだね、本当にありがたいですよ。申し訳ないです、それは本当に。なんならあのキコーナチャンネル、やっぱ最初は配信からね我々呼んでいただいて、はいね、そこからこうやってレギュラーでやらせてもらえるっていうのはね、はい、ありがたいですよね。いやそうよ、うん、俺なんてもう全てをかけてたのになくなるからね。まあね、だから本当に僕は芸人続けるんでね、うん、コメントとかで、うん、いや伊地知さんだけでもなんとか続けないでないですかっていうコメントがいっぱい来たら、あ、確かに木久扇さん側が続けてくれると思うんで、皆さんぜひコメントで、確かにお願いします、はい、ぜひお願いします。そうですよ、結局見てる人の声を大事にしないといけないから。あ、ちょっとあの光ったんで静かにしてください。光ったんでちょっと一旦、はい、ビッグいい音鳴ってるね。ちょっと小田さん一回静かにしてください年いくらですか、言う必要あります？あれ怒ってます、ビッグ引いたのに。それ言う必要あります？前回も言ってたけど、それいや一応聞きたいなと思ったんだけど。4000円です。言った、スッと言うんだよな。4000円です。結局スッと言うんだよな。でも本当にそうですよ、お客さんからの見てる方のコメント、実際一人でも続けてほしいですっていう、はい、それがあればもちろん続けざるを得なくなりますから。続けてほしいよ、ね、でもこんなこと言っちゃって、あ、光ったんでちょっと静かにしてください。すいません、一旦静かにしていただいて俺喋ってなかったけど今。ビッグビッグなのだ、ビッグなのだ、はい、今回はビッグなのだ。あら、新しいキャラクター出てきましたよ。誰ですか今のは。え、今のは誰ですか。ビッグ星蔵です芸人引退しますって小沢が言ってんのに、うん、視聴者の声で、うん、やっぱり小沢さんが見たいですとか、うん、伊地知さんじゃなくて小沢さんでやってほしいですっていう声が上がったら、うんうん、芸人辞めてんのに小沢が出てる可能性あるからね、一人で。あ、俺全然やるよ一人で。やるようじゃないんだよやるようじゃないんだよね。まあまあ、それは冗談じゃない、冗談じゃないの。冗談やめてほしいのだ。あ、だからバカボンじゃん、もう完全にノーだーって言ったじゃん今ダメじゃん。でもね、本当にエトスパトスロゴス、そうですよね、コメントもね結構長い回でやってましたからね。やってた最初は。だってもうちょっとで50回だったんだから。そうだね、配信行った時はクソほど変な罰ゲームをさせられ。いやそうよ靴下味のドリンク飲まされ、あったね、あれマジ最悪だったよね。あれは最悪でした、あれマジでキモかったわ。そう、キモいんだよね味が。そう、味がキモいんだよ。うん、あと茨城に行った時もあったもんね、最初の頃ね。水戸ですね、確かに、はい、あれ水戸だっけ。水戸だったと思う、初めてが水戸だったんですよ。あったね、ありましたね。そこから一緒に番組をやり、そうだから番組、このレギュラー会が始まってからさ、うん、最初の頃はさ、うん、ほぼほぼ流血してたもんねほぼほぼ流血あ、してました、してたよね、流血してましたね。毎回裏で殴り合って、うん、あったね。うん、本当に。は、光ったんでちょっと、いや、はやばい、3対2。あ、あ、
全員集合しました。え、全員集合しました。久しぶりの、かわいい、これなんかエンディングを見届けてるみたいな。しかも55回転、音楽も変わる、素晴らしい。歌が流れてる。本当だ、聞いたことない歌だ。すげえな、3回行った、もうめちゃくちゃいい。3回ビッグ出たのだ。ちょっと似てきたよ。性格が悪いのはね、あっちゃんだけじゃなかったんですよ。はい、伊地知さん、はい、もう一人ね、スタッフさんがいるんですよ。はい、この人も性格悪いんだろうなっていうね。いや俺はでも、みんなとして協力し合ってるから、性格悪いとこ俺は思ったことないですけど、小田さん思ってたんですね。僕は、あっちゃんもどっち、2人とも、性格悪いとこはチームなんで、思ったことはなかったです。違うじゃん、違うじゃん、小田さん思ってたみたいで、いじっちゃん、いじっちゃん、いじっちゃん、僕はなんかちょっとショックだったなっていうのを聞いて、いじっちゃん、え、違うじゃん、何ですか、違うじゃん、何ですか、それは、その、何ですか、違うじゃん、そんなさ、ちょっと仲いいからこそのこういういじり、そのスタッフさんとの一悶着があるみたいなのもエトスパトスロゴスの一個の魅力じゃん。いやいや、仲いいんだったら、その人たちのこととかも考えて、辞めるっていうことは発言は出ないと思うんで、仲良くはないと思います。だごめんね、ごめんね、分かったよ、全部俺が悪いよ。はい、そうです。ああダメだよ、もういじめの構図になってるよ今。いやだってもう今はあれですよ、何ですか、小沢さんと、この番組スタッフさんどっちを大事にしたらいいかって考えた時に、今はもう、スタッフさんですもんね。最悪だよ、え、最悪、小沢さんよりもスタッフさんのを大事にして、今後があるんで、ダメダメダメ、小沢とはもう今後一切関わることないですけど、もう LINE とかもブロックしますし、そこまで行く、ツイッターとかインスタとかも見れなくしますし、だからもう今後一切、会うこともなければ見ることもなくなるんで、でもスタッフさんともしかして今後まだ番組あるかもしれないんで、で1年ぐらい経ってこれ本当に番組ないんだってなった瞬間に僕は2人の悪口言います。一番良くないよ、一番性格が悪いのよ、まだ今は。保険かけとかないと、一応。いやいやいや、でも全部出てるのよ、その嘘でも褒めとかないといけないから、今は。逆にピュアだね、逆にピュア、時期的に光ったからちょっと黙ってください。あ、はい、すいませんすいません。それはすいません、失敬しました。それは よし、ビッグ2回目、ちゃちゃんと逆グレにして逆転で、ちょっと噛みました今。バレました、逆転とジャグレンがちょっと噛みましたね、ごっちゃになっちゃいました、申し訳ない。まあいいですよ、でもあともう数日経ったら芸人じゃなくなる人なんで、はい、いや悲しいんだよな言い方が。そんな言い方しなくてもいいですよ、もう芸人じゃなくなるんで、全然それ噛んだとかは言わないようにするんで、ね、すいません。いやいいですよ、今まだギリギリ芸人なんで言わせてもらいましたけど、いやいやいいのいいの、一切言わないんで、いいのよ、ねえねえ、解散の話してさ、はい、まあ最後分かったってなった時にさ、はい、小沢と1年後ぐらいにまた二人で飲み行こうなって言ってくれたじゃん。いやいや、それはあれですよ、そういう優しい言葉をかけてくれる人じゃん。いやいや、それは別に小沢とは縁は切りたいけど、小沢の上にいる父親のお金目当てです。いや最低だよ、最低。もう小沢の暴露はするつもりだけどね、やめろよ、やめろよ、誰も見ないぞ小沢の暴露。触りだけもう、じゃあまあ、まあだから興味持つか分かんないけど一個だけ、まあね、まずプチ暴露していい？プチだよ、小沢さんの、プチだよ、はい、プチだよ小沢さん、ガンッケです。ドッチンです。あいつバカじゃないですか。あー、ね、言っちゃった、いや言っちゃったじゃないのよ、言っちゃった、言っちゃったじゃないの、やばい、明日のニュース一面になるかもしれない、なるか、そんなの、小沢ガン、ピスタチオ小沢ドリッチ。
小沢ピスタチオ小沢、うんうん、あのチッコは、うん、殻をかぶってたっていう、ね、はっきりとチッコって言ったね今殻をかぶってたっていうねピスタチオなのに、はい、伊地知さんの暴露もしちゃおうかな。じゃあもう腹立ったからやめてよ。それは違うよ小沢。そうだよな、やめてくわ。うん何今の小沢。うん、いや、うんじゃないの、うんじゃないでしょ。やめてよ、そのずっとさ、うん、アカウントにとかにさ、うん、元ピスタチオみたいな書くの絶対見てない。わかりました。 SNS のアカウントにもわかりました。小沢慎一郎元ピスタチオみたいなの書いて未練みたいなの絶対見てない。はい、わかりました。あと今後一切、うん、あの白目で写真とか絶対撮んないよわかりました。人とやめてよ。それ禁止ですか今後。はい、で衣装も着るのもダメだし、はい、ただ僕は、うん、もしかしたら、うん、この衣装のまんまロケとかするかもしれないです。ね、まあ人に禁止させといてやっぱこれは決定的映像になりますよやっぱ。はい、僕はそういうプライドとかないんで。あ、そうですか。俺がやってたら腹立たしいけど。だって僕は、うん、何？何今？見てチャンスだけ光った。え？チャンスだけ光りました。おお。ニサ？はーい。はい。やだす。すごいね。伊地知さん開いての思い出は何かあります？ないです。開いての思い出。うん、解散の話はもういいんですか？解散の経緯を全く喋ってないですけど。なんか経緯とかなんか話す感じじゃなくなっちゃった感じがしてさ。全く喋ってないですけど。うん。別にいいんですけどね、僕は喋んなくても。はいはいはい。まあまあまあ、喋んなくても喋ったって別にもうこの番組終わるんでどっちでもいいんですけど。いやいや、なんでそんな言い方すんだよ、だから。冷たいんだよ。急に。しかもなんかマジで、うん、マジでこれスタッフさんからしたらふざけんな話ですよ、うん。こっちが勝手に解散するっつって終わってんのに文句つけてんだから。うん、いやだからずっとそうなの、今日。府中店からそうなのよ。スタッフさんも言ってたもんね、さっきね。いや、そうよ。死活問題ですよって言ってたよ。うん、いや、申し訳ございません。だからそれ補填してよ、ちゃんと小沢さんが補填パパの金で補填してよ。パパの金で補填。うん、ちゃんと1年分は給料払い続けてよ、ちゃんと小沢から。え、怖っ。いや、で俺だってピスタチオとしてのさ、うん、仕事なくなるんだから、うん、だいたいピスタチオとしてさ毎月700万ぐらい稼れたから、うん、年間だから8400万、うん、払って我々の最高月収160万なのよ。はい、ピークだった時の700万稼いだことないの。どこのピスタチオの話してます？え、そうでしょ、だってそうでしょ、だってって何？ピスタチオ、ごめんなさい、光りました、ちょっと黙ってて。あ、すいませんそこ素直なんだ。しけ、そこ素直なの。ビッグだ。3回目。3回目1回さ追い上げてくるな。うん、話さないね。解散の経緯ですか？解散の経緯をなんか、うん、コンビって恋愛みたいなもんって言うじゃないですか。言いますか？うん、その結婚生活だみたいなね。やっぱ伊地知さんがペペロペバーガーズやって僕以外の人と楽しそうにイチャイチャしてんの見てたら耐えられなくなっちゃってね。キモーキモーです。イチャイチャしてたからさ、ペペロペバーガーズで。こうやって、うん、嘘で塗り固められた発言をばかりをして、うん、本当のことを話さないので、うん、後日僕があの YouTube チャンネルで全部暴露したいと思います。GT 法でフリップに書こうかな。僕がね、うん、話持ってる人はね、うん、一覧つって小沢だけ書こうかな、真ん中に一人だけ書いてあるって全然言っちゃうんでっつって一人だけ全部俺言っちゃうんで、とことんまでやりますよ覚悟しろよっつって小沢しかいないの。小沢だけやろうかなやってみて一回。下手したら下手する？下手したらめちゃくちゃバズる気がするよ毎回毎回、うん、毎日投稿しようかな。毎日投稿しようかな。めちゃくちゃおもろいよ。毎日投稿しようかな。うん、
いや俺 LINE するからそのあ、違う、光ったんで静かに。あ、ごめんなさい。光ったんで、すいません。冷めるわ、それ、その言い方。すいません、一回光った、光った。マジで追いついた。俺、ビッグ5回で、しかも。強いね。ビッグ4回。うわ強い。来るね。来るね、来てるね。追い上げてくるね。いい勝負、めちゃくちゃ面白い。GT 法は他のゴシップないんすか、なんか。え？GT 法ゴシップはないんすか、なんか。とっておきだしいいですか。とっておきいいですよ。みんなちょっと覚えてるかあれなんですけど、うん、白目向く芸人であのピスタチオっていうの言ったんですけど昔、うん、あのそのあの質問分けの小沢っていうやつなんですけど、はいはい、あいつのとっておきの暴露を あります？したいと思います、はい、あいつ、うん、ああ見えて、うん、実は、うん、めちゃくちゃドリですいやもういいわ。小沢自分の暴露をさ自分で振って自分が一番笑ってるのおかしいからね。いやいやあんた ただの自分のこと大好き人間だから、ね、いや自分の暴露をドリって言われて大笑いしてるバカだなと思ってね。頭おかしいんだよあんた。やっぱこれ俺毎日やってほしいな。しかもその同じ動画を出すんじゃなくてそうそうそう服装変えたりとかしてちゃんと変えて変えて、あ、ちょっと光りました。あ、光りましたか。おめでとうございます。あ、やばい。服装とか変えてね、やるっていう。いや、最高だな、これ。またビッグ。うわ、すごいね。全部ビッグで、安心感あるんだけど、私はコンスタントにちょっとね、はい当たらないのよね。200ぐらいまではまったりするし。なるほど。そう今確率は120分の1。あ、まだ全然いいね。そうなの。確率は112分の1。あら、そっちだったな。お、いい台来ましたよ、小田さん。え、嘘。俺の横の横。嘘。ちょっと見てみよう。いい台だ。115分の1で。しかも1回、俺もそうだけどここ連チャンしてて1回ハマってまた出てるから。よし、こっち行こうよ。ほんと知らないよ。向こうも全然いいと思うよまだ。うん、こっちに来ます。ほんとにいいのね。ほんとに、はい、知らんよ。はい、大移動しました。はい、ほらほら、しかもチェリー解除じゃんね。自力で。ほら、スバラ、セイネ。やばいよ。アドバイスしちゃったよ。よっしゃ。終了。いや違う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 。終了しない。え？何勝手なこと言ってんの。終了になりました。全然。まだまだです。何を勝手なこと言ってんの。まだですか？はい。許してくれないんだから。まだか。こっちのタイミングなんてないんだから。俺なんて負けすぎた時、記憶に新しい、もう本当財布の中すっからかになって、それでもやめさせてくれなくて、開店を散歩して紹介したんだから一回。あの一番ヤバかったでしょ。そう、エトツパトス史上一番滑ってた、一番滑ってたやつああするしかなかったの。もう普通だったらね、うん、もう終了って出してさ終わりゃいいもの、はい、固くなにホワイトボードをもう脇に抱え、はい、もうそうするしかなかった俺は。だってあれも小沢がロケしてる時、うん、店内ロケしてる時、うん、俺の後ろにいたあっちゃんが頭抱えてたんだから、うん、いやじゃあ素直にもう10分なんだから終了出せやいいの。振り返って見てほしいね。見てほしい。やっぱ平井店といえばマノ700ハマりもありましたしね。そう、700ね。うん、あの知ってる俺の伝説の将軍打ち。え、将軍打ち知ってる俺の将軍打ち、うん、何でしたっけそれ。光らぬなら、うん、光らせてみせよう、うん、なんかなんとかこのランプみたいな感じで言って、うん、光ったやつありましたっけ。ありましたよ。ごめんなさい忘れちゃってます完全に。あとあの5回転以内に光りますっつって、うん、5、4、3、2、1でペカったやつ。ああ、ありましたありました。それで言ったら俺150でやめますって150で光ったりね、ありましたよ。
ちょっと覚えてないです。もうお互いのこと忘れてんだよ。お互いが自分のことしか考えてないから。でもあれは開いてるよね。実は伝説の1回っていう。え ？1 回。そうそうそう。入れてせーのでどんどんどんで。そうよバカっていう。あとやっぱ開いて覚えてますよ。収録で2000枚近く出て。うん。一番出た時、はい、はいはい。あ、ちょっと光りました。あー素晴らしい。やばい素晴らしいじゃない。またび素晴らしいね。あー光った。おお終わったらついてくるね。ついてくね。ついてくるね。すごい。あーバケ。まあまあ5回目 ?6 回目か。6回目。で、実は7ビッグ?7ビッグです。強っ。でもこれ、7回ビッグだから、今こんだけ喜べてるけど、うん、7回バケって考えてゾッとするよ。そうね、さっきの府中店、府中店 1ビッグの4バケだったからね。そうだよ。ゾッとするよこれ。7バケはこんなになってたからね。前あったからね、7バケの時あったあったみたいな。そういうすごいバケに寄ってた時期あったしね。はい、あーやばいやばい。はい、やられた、はい、エスパー伊藤さん。いや、ヤスコです。はいです。はい、またうわ強い。やばくない。やばい。8連ビッグ。なんて言ったの。8連ビッグ。8連ビッグ。8連ビッグです。あと30分かで2回差。2回差ですよね。2回差。やばい。あと30分。あと30分。8連ビッグは番組史上初じゃない。それこそ10回ぐらいなかったっけ連続。確か10ビッグないんじゃないか。ないっけ。俺めっちゃビッグに寄った時あったよ俺。連続記録は。はい。うわ遅れできましたよ。これはやばい。やばいやばい。これはやばい。ちょっとあと2つ携帯にメモらせてもらっていいですか。はい。今がチャンス今がチャンス。書いてきました。あのベース弾いてると見せかけてたまたまポリポリ書いてます。やっぱお笑いって素晴らしいよね。本当にその解散を告げた俺が言うのもあれだけどさ、やっぱ40手前のおじさんがたまたまポリポリ書いてチンチン叩いてますで、ね、ニコニコしてるって幸せが光った光った。お光った。うんバケ。まあまあいいよいいよ。追いつけ追い越せ。これでまだ2回差あんのか。そう。おう、まだ余裕よ。だからちょっと気持ちは終了。違う、まだ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 。何を勝手に終わらせてんの。負けたくないんで。まあまあ気持ちは分かるけどダメなのよそれ。おー光った。おお、やばいやばいやばい。来るね。やばいやばいやばい。来るね。あ、でもレギュラーか。あーレギュラー。うわバケバケバケ。ラスト20分ぐらいですよね。怖いな。追い上げてきてる。追い上げてきてる。いいね。面白い。あの店長との対決の時ぐらい面白いね。ねえ面白いね。どっちが引くのかっていう。100いく。ジャグレンすると思ったのに。すると思ったらさっきね。100超えた。俺が引かんないと引かんないからそっちの台は。いやでも確かにそうかもしれない。マジでなんかそっち次第のような気がしてきたよ。200でやめようかな。ちょっと見てこっかな。おここに来て動くね。今日ジャグラーまま出てますね。なんかあと10分だからさ、うん、もうこれ出な10分って考えると出なそうなんだよな。なるほど。一回ハマってっからハマりそうなんだよな。200超えちゃってパンキーがあったんだよ。1台いいの。あと10分よ。10分だもんな結局ね。でも10分だよなーで結構使うよね10分って、うん、そうなんだよ。
移動せず今寝てた、こうやって。え、そうなの。今寝落ちして、今俺めちゃくちゃ集中して気づかなかった。今寝落ちして、今事件じゃん、マジで。え、最後の最後で最終回の最後の最後で、最後の最後で寝落ちしたわ今。今一番緊張感あって、しばらく二人とも黙ってたじゃん。うん、すみません、寝てました今最終回の最後の最後で番組史上初寝ました。うわ、見たいな全然気づかなかった、まさかの最後。今完全に落ちました今一回最後にありがとうございます。はい、すみません決してこの盛り上がりを作ろうと思ってやったわけじゃないんですよ、リアルで。普通に普通にです、はい。やっかー、光った。おお、来た、やば、負けそう、負けそう、並んだ、バケ逆転したもん、ここで。これで並ん、うん、展開が確かに、いつも俺から光ったのね。でも逆によ、うん、そっちが光ったってことはこっちが光るもん。あ、なるほど、そうだね。もう伊地知さんそっちで光ったらもうマジで負けそう、格じゃない。ちょっとやめてくれよ、小沢、ぶん回し、ぶん回し、マジでやめて、マジでやめてちゃんと目をしないと、ちゃんと怖え。うん、びっくりした一番びっくりした、今までで一番リアル過去一。あと1分って出てきた真ん中に見たことないぞ、あと1分ってカンペもういいだろ、終わりで。60秒、うん、俺やっぱハマる気したんだよな。確かに行ったね、344、200回転でやめようと思ってたの、気をやめときゃよかったかな、マジで。終了。さあ、実践が終了いたしました。はい、お疲れ様でございました。結果はいかがだったでしょうか。はい、結果はですね、はい、僕はなんとボーナス9回、素晴らしい9回でですね、うん、ビッグ9、9連ですね。すごいです、これは。すごい、投手が4000の、はい、枚数が886枚です。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。私がですね、はい、9回ボーナスを引きまして、はい、一緒ですね。一緒なのよ、はい、そう、3000円投資で42枚かな、はい、はい、42枚、80何枚じゃないですか。あ、ごめんなさい、89枚です、ごめんなさい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 、はい、ちょっと、はいはい、ちょっと数字が多いから、ね、数字が多いからちょっとごめんなさい89枚でございました。すみません、89枚で、はいはいはい、はい、バケ何回、バケが3、4回出ましたね。あ、ビッグの方が多かったので、ビッグの方が、あ、多分それなのに、そんな枚数なんですね。もうだからもう最後はもう、なるほどなるほど、テカリ回数だったからもう数えてないです。なるほどなるほど、そうです、そうです。で、まあ、はい、結局、はい、今回は特別ルールで、はい、どっちのがペカらせられるか、はい、店舗で、はい、府中店さんと平井店さんで、はい、で、すごいですよ、見事引き分けということで、ね、だって 5ずつと99ずつで14、14、改ざんするなってことなんじゃないかなそうかもしれないね。これはだってこんなことあるってことは、うん、続けてくれってことじゃない、この番組を。そうかもしれない、うん、けども解散します。なんかすっごい嫌いみたいな、いや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 、この感じごめんよ、すっごい俺のことを嫌いみたいで、ね、いや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 、ま、ということで、まあ、仲良く引き分けだったということで、それで、うん、実はこれちょっと罰ゲームがあったみたいで、ん、負けた方が、うん、回数が少なかった方が、うん、なんか罰ゲーム用意されたみたいで、うん、実はこれ一回動画で登場してるんですかね、これ、シーズン3終わった時に出てんでね、確かね、だっけ、そうです、そうです、で時に1個4000する YouTube で話題の激辛組らしいんですけど、これを負けた方が食べさせるっていう、食べるっていう風な罰ゲーム用意されたみたいなんですけど、うん、くしくも仲良く同じ回数だったので、うん、引き分けでしたね、うん、でも勝手に買ってきたのに、うん、買ったんだから食えよと意味のわからないなんか、最後の最後オラオラが来まして、最後の最後でそのスタンスで来ますか、いやいや、奴らはオラオラが4000もしたんだと、うん、言ってないのよこっちは、はい、言ってないですということで渡されたんで、うん、これはもうなんでこの番組終わるんですかっていうことになっちゃうんですけど、うん、見てくれたい方はね、うん、続けてほしいとか一緒やってほしいっていう声も多かったのに、うん、なんでこの番組終わるんでしたっけ。解散ですよね、です、はい、なんで解散するんでしたっけ。
僕がちょっともう解散してくださいと、もう芸人さんを辞めますとってことですよね。いうことですよ。ってことはもうどう考えてもこうですよね。いやいやいや、それはそんな強引なことある。それはだってどう考えたってここで俺が食べるのは、うん、てか俺もだから、うん、このまま終わらしちゃったら、うん、なんかさ俺が嫌われてるとか俺のこと嫌いだよとかって言ってきちゃった手前、うん、ここでもし俺が食べちゃったら、うん、本当に小沢さんがなんか悪者になっちゃうから、うん、そうさせるわけにいかないから、うん、これ食べることによって視聴者が、うん、あ、イーブンじゃんってなるんで、うん、お願いします。実はよ、伊地知さんこれずっとここに持ってたじゃん。はいはいはい、ポケット入れてて横並びだからなんかあんなと思ってた、はい、でこれ出てきた瞬間に膨らんでんなと、うん、ああそういうなんかなんかずっとどうせ罰ゲームだなと、はい、でこれ出てきた時に思い出したの、はい、あの変な謎の4000のやつだといや、ね、うん、で引き分けだぞっていう、はい、あの瞬間めちゃくちゃ頭回転したよね、はい、であ解散の理由俺だとそう引き分けなら食べるの俺だなっていうのを俺も覚悟してました。で、ですよね、はい、しょうがない、お願いします、はい、お願いします。はい、わかりました。でもこれ本当に一粒4000円ってむちゃくちゃ高いじゃん、正直、うん、むちゃくちゃ高いじゃん。現金って書いてあるよこれ。だからマジで一粒4000円でむちゃくちゃ高いから、今度ちょっとやそっとの辛さだったら文句来ると思うんだよ、クレームが、うん、とんでもないと思う俺多分これ。本当に怖いんだけど俺とりあえず開けます。大丈夫？いや嫌だよ。ちっちゃっ。でも本当に辛くなかったら辛くないでいいからね。これはもう実験だから、これはもうそのオーバーレシピいらないから。まあ、うん、本当の本当に辛くなかったらマジで大丈夫ですでいいから。ちっちゃい、やめるよその。これで4000はだからもうだって辛くなかったらこれ本当にこれクレームクリアだって。ただのグミだったら行きましょうか。じゃあ、はい、開けますよ一旦。これこマジで嫌なんだけど、よく平気な感じで行くね。え、じゃあ行ってよ。結構度胸あるよね。いやないよ。じゃあ小沢って結構度胸あるよ。じゃあ言うよ、うん、誰が解散しましょうって言ったんですか。あなたです。じゃあ俺が食うしかないじゃん言ってんじゃん。うちもう出しちゃっていいですか。いやでも逆に嫌だよ俺、解散これで終わるのね。解散これでみそぎみたいな。行きますよ。いや俺本当にすごい。こう行く勇気あるよね。こう行く一気に。いや別にいいよ、手で取っていいよ全然。普通なんでこのまま手取らないで行こうとしてるのね。買って、ちょっとマジで俺怖いんだけど。買ったい。俺絶対嫌だわ。行っちゃうよ俺今度から。一口よ。うん、はい、はい、すごい。すごい。すごい。マジでそんな早く来る。いや絶対腹壊すって本当なの。本当なんだって。うわ、噛めば噛むほどだ。え、すげえ。噛めば噛むほどのやつだ。速攻来たじゃん、入れた瞬間来たじゃん。あーダメだよこれ。どうしよう、逃げられないんだもん。え、グミだから。え、すごい。グミだから噛まないと。お前すごいな。でも噛めば噛むほどのやつだ。大丈夫、マジでこれちょっとやばいわ。これ飲んだら多分はらはらあれだよ。飲めない。水飲んだらアウトになるよ。ちょっとマジでやめてください。ごめんなさい。はい、ダメ。もうただもうエンディング長くなっちゃうんでいいですか。もうはいはい、秘めて。もう芸人さんそこまでやんなくても大丈夫なんで、もうそこまでもうやめるんですから芸人さん。小沢さんもそんな無理しないでね。もういいですか、そんなやんなくて。オーバーリアクション止めて。はい、終わって小沢さんね。あ、これ相方みたいになってるけどね。こうなりますか。マジでやばい、泣いてるもん本当に。後からまだ来てる。まだ来てる、もう無理。じゃあちょっとね、締めさせてもらっていいですか。はい、すいません、頑張ってくれたんですけどね。はい、というわけでですね、何年、2年ぐらいですか、2年以上ですか、近くやってきましたけれども、スパタスロゴスですね、ちょっと急遽でありますけれども、本日ラスト最終回ということになってしまいましたけれども、はい、またね、ぜひ皆さんの前にもしね、戻ってこれる時があればお会いしたいなと思ってますので、応援してくれた方々ありがとうございます。そしてチャンネル登録、高評価、コメント、どしどしお待ちしてますんで、引き続き至高なチャンネル皆さん見てください、お願いいたしますね。いいですか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、というわけでまた会う日まで。ありがとうございました。